はい、こんにちは、おっさん。チャンネルどうも、ゆきちです。タックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はね、遠隔で動画を撮ってるんですけど、このパソコンの先にタックさんがいます。はい、いまよす。ろしくお願いします。なんか今よろしくお回、願いします。タックさんがなんと、おうちにいようのね、テーマソングを作っていただいて、はい。ありが作りとうまごしざた。います。いえいえ。みんなお家にいてねっていう曲を作ったので、みんなで聴いてみましょう。はい。じゃあかけますね。はい。避けて、行かない。デデリリンデンっていう曲です。おー、始まった始まった。ウェーイ。ありがとうございます。いい曲ですね、これは。いえいえ。これはいい曲ですね。ありがとうございます。これさ、なんかちゃんと作りたいね。そうですね。僕はこれ、今、ちょっとお家で今、いるんで、僕今実家なんで、ちゃんとした機材ないんですけど、これで録音して、タックさんに送りますね。美声を。微声を。なので、ちょっと今から、レコーディング。レコーディングしますので、ちょっとタックさん、監督してください。承知いたしました。はい。いやー、緊張するな、レコーディング。タックさんは歌わないですか？僕、昔からその喘息だったり花粉症だったり気管支があんまり強くないので、歌うのは好きじゃなかったですね。僕もね、小児喘息でしたよ。ああ、そうだったんですか。苦しんだ。苦しいですよね。苦しい。よし、じゃあ撮ります。いきまーす。みんなお家にいてね、お外は我慢しよう。密閉密集密接、合言葉。3つの3つ避けて、3つの3つ行かない。3つの3つ、みんなお家にいてね。ダンドゥトアルパルンパ。はい、撮りました。今のウォーミングアップ。今のはウォーミングアップでお間違いないですね。いやー、いい声がね、出るといいですね。そうですね。なんかこう、リクエストがあれば。そうですね。はい。ちっちゃい子も最初にするんだとしたら、ちょっとファンキーすぎるところもあるかもしれないです。ちょっとファンキーが過ぎる。まあ、なんて言うんだろう。童謡の CD 風に、なるほどね。がいいかなと思います。童まあ、なん謡かの CD ね。NHK で震災の後に花が咲くが流れたみたいに、ポなんポて言うんポだろポンね。う。まあ、いろいろ活用の幅が広がるっていうところを考えて、撮るのがいいかなと思います。なるほど。作曲者のコメントは分かりやすいですね。で、例えばその、まあアドリブはとりあえず、やめていただくことにして、例えば、確かにその、感性的に言えば、弾ませたいところを、例えば、密接とか、合言葉とか、僕も確かにこれ、弾ませたいところあるんですけど、例えば、これを聞いてみんなが歌ってもらうっていうお手本になるのだとしたら、まあ、リズムはそのまま歌っていただいた方が、受け取り側としては、シンプルでいいかなと。なんかどの辺、僕めっちゃリズムそのまま歌ったつもりだったんですけど。
例えば、音符通りに歌うと、はい。みってみしゅみせつのよ。あ、そうですね。みせつじゃないんです。タンあタン、いあ。ことばじゃなくて、あい言ことばなんです。葉ね。はいはいはい。そう、みなんかちっちゃい子てたちみ。が、なるほど。一回聞いて、覚えやすいというか、耳につくようなシンプルなリズムがいいなと思っはあ、て、なるあほえてそど。の弾ませずに、ここああ、は音符を作っているので、なるほどね。そう、無意識に口に出すと、無意識に行動に移る生き物だと思うんですよ、人間って。僕、ちょっだとからなんか、グルーヴ感聞かせちゃうんですよね。そうですね。うん。ただ、楽譜に書いてある通り、ジャズスイングって書いてあるので、感性的には全く間違いではなくて、むしろそういうアドリブを聞かせることが、適切だとは思うんですけど、今回その用途のことを考えて、それに合わせた、歌い方というのが適切なのではないかなと、私は考えます。じゃあ、もう一回やります。じゃあ、はい。歌のお兄さん風に。では、焼きます。歌のお兄さんはい。風。みんな、お家にいてね。お外は我慢しよう。みっぺみしゅみせつ。あいことば。三つの三つ避けて、三つの三つ行かない、三つの三つ。みんなおうちにいてね。はい、いかがで素晴しらした？いと思います。素晴らしいと思います。特に、すごい短い曲なんで、はい。それほどその問題点というのが浮き彫りになりにくいところであるんですけど、それにしても、さすがの歌声というか、そう、よ歌かっのたでとすころはか？完璧でした。歌のところは？そう、あえて言うなら、例えば、避けてはよかったんですけど、はい。行かないのところを、いかないにすると、子供がダダこねてるみたいになって、逆のイメージがつくので、例えば、親とか先生側の視点で、行かないっていうふうに、はあ。ああ、イントネーションをすると、そう、行かない。いかないっていうよりは、いかないみたいな。行かない。わかりそう、まし優た。しいお母さん風がいいかなと思います。ああ、わかりました。得意です。はい。優しいおじさんですね。私、おっさんですよ。かわいいおっさんってことでね。かわいいおじさんがダダこねてたみたいになっちゃいましたからね、さっきね。そう、すぐダダこねちゃうからね、ゆきちはね。よし、じゃあ最後いきますね。はい。もう完璧なやついきましょはい。う。みんな、おうちにいてね。お外は我慢しよう。みっぺみしゅみせつ。あいことば。三つの三つ避けて。三つの三つ行かない。三つの三つ。みんなおうちにいてね。おうちにいてね。見ましょう。はい。いかがでしおた？疲れ様でした。もう完璧です。今全部保存されてますよね。今、ここの手元のところで撮ってます。はい。ボイスメモで。今撮ったやつ、一応その全部送っていただいて、はい。で、ちょっとディスコードがちょっと、たまに途切れたりしたところが僕がちょっと聞けてないところがあったので、わかりました。もし、欠損があったところは、僕がそれとなく今撮った3つのファイルをですね、ちょっといじぐったりして、帳尻を合わせますので。ああ、3つのね。はい。3つのファイルです。3つじゃない方の。3つのファイル送ということでごる。ざいます。ちょっと待ってよ。そんな感じで。ああ、でも、ああ、全部いけてるわ。はい。わかりました。OK、じゃあ、このファイルを送るので、タックさんの方でガイドメロディー消してこれを入れていただいて、で、これを、今のこの動画の後ろにくっつけますんで、皆さんぜひ聞いてください。楽しみに。ということで、タックと、ユウキチがタックの方行っちゃった。
僕どう言おうか迷いましたね、今。ええ、というわけで、ゆうきちとタックでした。ありがとうございましありがとうございた。ました。